雨降ってる。実際に神奈川県、雨降ってた。連動してる。もうやっていい？んどうもー、よろしくお願いしまーす。あれ、見た目が。よう坊主知ってるか？怪盗キッドだ。今日は、いいお宝を奪いに行こうかなと、思ってる。誰？ちょっと怪盗キッドの衣装に着替えてみました。はい、よろしくお願いします。で、今日もですね、ホッケふ頭の島作り2日目ということで、撮ってる日にちは2日目の5月16日。昨日注文した街灯が、届いたんですけど、どこかな？あ、これは電柱だ、ごめん。電柱がね、届いたのでちょっと飾ってみます。あれ？ごめん、これじゃないよ。これじゃない。これまた別のやつだ、ごめん。電柱。電柱じゃない、街灯だよ、街灯。街灯どれだ？これだ。こっちの方がオシャレなんだよ。なんか全然違うな。街灯と電柱全然違う。電柱はこれ、鳩が止まってるやつだ。これもでも面白いから使っていこうか。で、今日はホッケふ頭を作るということで、なんか適当に物をね、置こうかなと思うんですけど、あらかじめちょっと用意してみました。まあ、いろいろ。街灯だとか、お人形とか、ね、熊のぬいぐるみとかいっぱい持ってきたんですけど、ちょっと、この島に合うものを置いてみようかなと。おお、待って！できてる！階段ができてる！階段できてるけど、ここの雑草とりあえず今日どうにかしようか。ここが住宅地なんですけど、すげえな！雑草がすげえな！ね、あと博物館も行けるんですけど、ちょっとこの道整備しよう、今日は。まず整備しよう。やっぱ、あつもれ始まっていきなり整備でちょっとな、絵的にも良くないと思うんで、ここはちょっとカットすると思うんですけど、まあ俺、怪盗キットだからね。こうやって雑草を奪うんよ。全部懐にしまっていく。まさに怪盗。女房図知ってるか？怪盗は鮮やかな獲物を盗める創造的な芸術家だが。おいおい、バッタが止まってるぞ。バッタが階段で遊んでるぞ。おいおい、どういうことだ？めっちゃしまったぞ。雑草めちゃくちゃ片付けたぞ、今。綺麗になったぞ。ほら。綺麗になった。ほら。ようやく、完成しました。で、昨日作ったのがここなんだけど、もうちょい広げていこうかなと思います。どうしようかな。でも、ここ2段目、3段目、どっちやる？今日は。怪盗キッドに聞いてみようか。キッド、今日はどっちだい？今日も2段目でいいよね。三段目もできたけど、とりあえず二段目行こう。ああ、怪盗キッドがなくなっちゃう。すまん、みんな怪盗キッドいなくなっちまった。これはなんだ、工事現場の人になってしまった。変装だね。怪盗キッドが変装した姿。地を増やしていこう。ほい。まあ、今日もこの作業で、始まります。多分退屈かとは思いますが。結局さ、こうやってさ、土をもう一回戻すんだったらさ、削る必要なかったよな。ね。結局、これやるんだもん。もっと先のこと考えて作ればよかったな。ねえ。みんなもこういう経験あるでしょう。てかこれ、檻が。檻が邪魔でなんか俺捕まってるみたいだな。牢屋に入っちゃったか、怪盗キッド。ついに捕まる？今さ、ネットを使えば、コナンってすぐ見れるじゃん。確か YouTube でもアニメの話が上がってたんですけど、あと Netflix とか、コナンの映画がね、今までやってたコナンの映画が今、まあ最初の課金だけ必要なんですけど、見れるんですよ。俺はずっとそれで今ね、暇を潰してまして、最近ひまわりの豪華を見ました。ちょうど怪盗キッドですね。怪盗キッドが出てくる回を見てて、超かっこよくキッド。コナンのキャラクターで一番好きなの怪盗キッドなんだけどさ、怪盗キッドって怪盗キッド、クロバカイトっていう、マジックカイトっていうね、漫画があったんですよ。そっから出てきてるんだよね、怪盗キッド。だからコナンのキャラクターじゃないんだよね、どっちかっていうとね。とりあえずはオッケーなんじゃないですか？二段目。いい感じだね。じゃ、一旦戻って、前デザインか。また前デザイン貼り替えなきゃいけないのか。これはこれで大変なんだよな。貼り替えていきますか。この作業毎回間違えちゃうんだけどさ。プラスボタンなんだよね。
プラスボタン押すの忘れちゃうんだよ。お、そっち来てるじゃん。視察しに来た？手伝いに来てくれた？なんかマンホール見てるけど、なんもないぞ、マンホールの中には。まだ作ってる最中だから、もうちょい待っててくれ、サッチ。ちゃんとできたらな。一番最初にね、連れ回してあげるから。みんな好きな住民とかいます？なんかよく YouTube で住民ガチャってのが、流行ってるのかわかんないんですけど、なんか住民を厳選するっていう放送とか、まあ、動画とか結構ありますよね。みんなそういうの好きなのかね、見るの。俺自分の住人はね、最初に来た住人、まあ、誠くんはいなくなっちゃったんですけど、あいつは昨日引っ越すって言っていなくなっちゃったんですけど、まあ、アイリスがね、まだ残ってて、なんかちょっと愛着が湧いちゃってね、自分の住人。仲良くしたいよね、ずっと。引っ越すって言われたら、あー、そうなのか、引っ越しちゃうのか、それまでだったんだな、俺たちの仲は、っていうことで、止めはしないんですけど、一回だけアイリス止めたわ。アイリスだけはいなくなってほしくなくて。タイル今めちゃくちゃ塗ってるよ。これバイト代もらっていいんじゃない？バイト代、たぬきさんよ。こういうバイトあるよね。張り替え。道路張り替えバイト。よく俺が塾行ってた帰りにね、道路整備しててね、よく工事の人に止められてた。今来ちゃダメだよ。今車が来るからダメだよ。5分ぐらい待たされたことありましたからね。とりあえずこっち OK。え、てかすごくね？ちょっと灰色にするだけでこんな変わる？え、俺結構すごくない？なんかコンクリートの島になってきたな。現代的な島だな。最近を感じますよ。こういうとこちょいちょい白線入れてくか。一応ね、コンクリートだけじゃなくて、タイルがね、別のあるんですけど、これ。白い白線があって、横断歩道とかできそうじゃない？横断歩道。ちょっとやってみる？横断歩道をつけるとしたら、ここかな。ここかな。ちょっとやってみるか。どう？どう？みんな、どう？お、いいんじゃない？でも。ぽい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 。あ、ぽい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 。ぽいけど、なんだこれ、道路なのか、ほんとに。でもいいじゃん。ここだけ白くても。ちょっと細いか？あと、ここになんか作るか、そうしたら。あ、じゃあ横断歩道あるから、ここに柵をつけて、ガードレールとかつければいいんじゃない？面白くない？あー、ガードレール持ってな、後で作ってこよう。あ、わかったよ。え、めっちゃできてきたじゃん。信号機とかないの？信号機。あつ森信号機ないの？さっきの電柱でギリギリかな。電柱使えば、ぽいよね。とりあえず電柱置いてみるか。街灯でもいいけど。あと電柱の方がぽいか。どこ置こうかな。ここ横断歩道だったら、ここら辺かな。この辺にちょっとさっきの電柱置いてみよう。はい。すげえ。マジで現代。マジで現代だぞ。こういう街あるぞ、普通に。ちなみに、私が住んでる街は横浜なんですけど、横浜には、港未来っていう、電柱とか電線がない街がありまして、見栄えがね、良くなるの。電柱がないから。すごい綺麗で。で、なんか、電気は下を通して、地下を通して繋がってるんだって。だから電気は全然通ってるんですけど、見栄えすげえんだよ。ちょっと検索してみて、港未来。カップルとかだ、デートするときにね、赤レンガ倉庫とか行くとね、冬場とかだったら、スケート？スケートできるよ。おすすめ。上もやっていくか。上も張り替えていこう。あ、待って。上はね、上はあれだ。あ、間違えた。上の上は、黄色い、コンクリ。こっちだ。上の上は、デンジャラスの、黒と黄色のラインが入ってるやつ。これでつけとかないと。ごちゃごちゃしちゃうからさ。いやー、ここの石ころ邪魔だな。これ取りたいな。これ取りたい。これ果物とか食べないとダメだよね。
なんか落ちてないかな、果物。全部果樹園取っちゃったんだよね。島づくりをガチでやるために果樹園切っちゃって、もう多分ストックがないや。果物のストックがないや。売っちゃったし。あれぐらい。イースターの卵だけ残ってるわ。あれ食うか。これ食べて、オッケー。で、スコップ持って、あそこの岩崩そう。この邪魔な岩をね、崩しましょう。オッケー。ここは、埋めなきゃ。コンクリで埋めて、完成。一応、まあ完成と。半分だけか。三段目の半分まで行きました。で、一応ね、物を持ってきたので、ちょっと置いていきましょう。で、このガードレールなんですけど、あ、ガードレールじゃない、横断歩道か。横断歩道あるってことは、やっぱさ、柵が必要じゃん。なので、素朴な木製の柵、これ持ってきました。これちょっと立てていきましょう。こんな感じで、はい。どう？色が悪いな、柵の。柵の色って変えれたっけ？これ白にしたいね。白だったらガードレールになるからさ。え、待って、みんな柵って色変えれたっけ？ちょ、コメントで教えてくんない？わかんないや。柵色変えれたら変えたいな。おっちゃんおこ。これあれ。学校の通学路とかにいる PTA の人。よくやってんじゃん。歩道でさ、子供たちが通れるようにピーピーって。今渡れますよって旗持ってやってるじゃん。これ、それにしよう。PTA の会長。せっかくですさ、グランドライトいうとこ。光らしとこ。これ夜になったら光るでしょ。あ、ミスった。ここが。グランドライト。はい。これ多分夜になったらめっちゃ光ると思う。グランドかけてく、あなたの背中が、空に浮かんだ、雲よりも自由で。あと上だな。この上。どうしよう。なんか置こう。どうしようかな。とりあえずなんか置いてみるか。熊の大ちゃん置いてみるか。でかっ。あ、いい、いい。熊の大ちゃん置きました。あ、じゃあ最近ゲットしたさ、俺。なんだっけ、怪獣、怪獣を。これ。うわ、でかっ。待って、でかっ。見て。あ、待って、こっちか。これ、戦ってる感じになるかな。これちょっとおかしいな。アンバランスすぎる。何このラインナップ。なんかクマちゃんかわいそう。これあれだな、うちのランドマークだな。ここ。ここアニマルスポットと名付けよう。アニマルスポットさ、まだ、なんかあるんだよ。他にもね、あ、これ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 。トリケラトプス。トリケラトプス置いといて。すごい、時代がすごい、ここ。もうなんかここまで来たら自由だよな。すごいよ。顔見えなくなっちゃった。怖い、ここ。でもいい感じになりました。はい。いい感じになりました。いいんじゃないですか、右側は。おお。いいね。で、ここに、チュンノスケの、お家を置いとく。あ、待って、違う。考え直さして。ここで良さげだね。オッケー。看板置いといたわ。この島の名物だよって。表してる。まあ、ここ最悪後で変えるから、まあいいや。とりあえずオッケー。とりあえず時間あるからもうちょい埋めていきます。みんなのあつ森は結構進んでます。スプラトゥーンと、あつ森を俺は今やってるんですけど、みんなはゲームの比率はどんな感じ？両方やってる人結構いると思うんですけど、俺はちょっとスプラ寄りかな。7対3ぐらいでスプラなんですけど、こうやって動画でね、物を作っていくって初めてだから、ちゃんとできてるのかなーっては思うんですけど、大丈夫そうっすか動画的には。飽きない？なんかいつもスプラトゥーンとかやって戦って忙しいからさ。いつも戦いが忙しいからさ。
結構騒いだりしてるんだけど。あつ森って基本的にまったりできるじゃないですか。ちゃんと退屈しないで見れてますか？こういう作業は好きですか？これめちゃくちゃ時間かかるよ。これ島全体をさ、コンクリートで埋めたいんだよ、正直。全部灰色にしたい、コンクリートにしたい。とりあえず、工事の方は終わったんですけど、経過の方を今から皆さんにお伝えしていきたいと思います。まず、ここにガードレールを作りました。茶色なので、ガードレールっぽくないんですけど、もしもこれ、リメイクキットで白くできた場合教えてください。はい。そして、ノームを置きました。これは PTA の会長が、安全を確認するために、みんなのために、交通整備をしております。そして、鉄骨の量とマンホールの量を増やしましたと。はい、こんな感じです。で、あと右側にコンクリートをいっぱい作っときました。さあ、上に行きましょう。3段目。3段目は、俊之介のお家をまず上に委託しました。そんで、彼ら。この島のランドマークとなるであろう、怪獣とクマちゃんとトリケラトプス。まあ、ぶっちゃけ、後々、ここは変えていこうかなと。何か他にいいのがあったらね、変えていこうかなと思います。はい。まあ、個人的にはね、木とか生やすのが一番なんだよね。ただこの島ね、自然っぽくないんだよ。現代風なんだよね。コンクリートがあって現代風なの。あ、じゃあ木じゃないや。盆栽だ。生垣か、生垣。生垣をさ、ちょっとこういうとこにさ、置いとくだけでも変わるかもしれない。とまあそんな感じでですね、今回はこの辺にしておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。3日目に期待。